されたが。これは辛いです。もうまだだ。さあもう一回。助けを求める声あらば呼ばれなくても現れる。この世に悪のいる限り我ら穴物、ここで照れると余計恥ずかしいというのがまだわからんのか。無理です、僕には無理です。未熟者め、次までにマスターしておけ。続いて決めポーズの特訓。もう勘弁してください。キャー、火を引き裂くような悲鳴が。助かった、じゃなくて大変です。急いで迎えましょう。うん、だがその前に変身しなくてはな。そんな悠長な、早くしてください。何を人ごとのように。貴様もだ。僕もですか。当然だ、正体を隠さずして何が正義の味方か。そんな。何事だ。マスターが私カバン持っててお気に入りので、それで。お気に入りのカバンを突然現れたモンスターに奪われてしまったと。よくわかりましたね。ヒーローには必要な技能だ。それでモンスターはどこに行った。あっちに。よし、あとは我々に任せておけ。行くぞベイン。名前で呼ばないでくださいよ。おお、ついうっかり。もとい行くぞ。にもう嫌だ。あなたたちは。聞かれて名乗るも惜しいが、聞かれたからには答えるのが世の通り。悪の非道に涙するかよき人を守るため、これ愛と正義の錬金術師、その名も。先輩、早く行きましょうよ。これはかなり恥ずかしいです。うわはっは、照れるな照れるな。もう後戻りできない気がしてきた。名前は。懐のものを置いていけばよし。さもなくば。先輩、それじゃ悪者です。ぬっ、文句があるならお前が言ってみろ。なせばなる。さあ、お前の正義の心を見せてみろ。女性とのカバンをひったくるとは不届き千万、お天道様が見逃しても。それでは東の国の時代劇じゃないか。
あ、ダメですか。こないだ本で読んだんですけど。と、向こうはやる気だな。はっはっは、帰り討ちにしてくれるわ。だからそれじゃ悪者ですって。ほどにもないな。それじゃカバンは返してもらうよ。何の騒ぎ？パメラ。あら、どちら様？仮面をつけた知り合いなんていたかしら。バレてないのかな。心配するな、そうやすやすとバレるものか。それは悪い人たちだったのね。許せないわ。話を聞け。このカバンはある女性とのもので、我々は取り返しに来ただけだ。え、そうなの？うん、え、私にプレゼントしようとしたの？でもダメよ、人から盗んだものをもらっても嬉しくないわ。迷惑を。気にするな、我らはこの学園を守る正義の味方。困ったことがあれば。早く返しに行きましょう。あまり長く喋ってたらバレるかも。臆病なことを。まあいい、それではごめん。気もするんだけど、気のせいかしら。なんだ、ため息などつきおって。だって恥ずかしかったし疲れたし。いつだが、あの女性とは喜んでいたではないか。それはまあ、あの笑顔を見るために我らは身を粉にして働いた。それで良いではないか。そうか。あ、ダメですよ。そんないい話風にまとめて載せようとしても。その必要はない。貴様の心にはすでに正義の熱い炎が宿っているのだからな。ないですよ、そんなことは。まあ今日のところはゆっくり休んでおけ。正義の心なんて、そんな、ちょっとだけならいいかな。いや、そんなこと絶対思ってない。思ってないんだ。上場の出来だろ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。